ごとく5夢叶いし者最新ゲームプレイ動画特別公開。今回は五大都市を舞台により深くよりリアルに進化したキャバクラをご紹介します。はい、というわけで、はい、また今回も大阪代表児玉奈々子さんとお伝えしていきたいんですけど、はい、今回はですね、新しく生まれ変わったキャバクラを、キャバクラ徹底的に今回待ってました、紹介できればと思いますので、正直言うとこれまでのキャバクラとは大きく違います。そんなに違うんですか、うん、これまでのキャバクラってどっちかというと、はい、いっぱいいるバリエーション豊かな、そのいろんな女の子 をいっぱい落とすというか、今回はどっちかというと各都市に一人なんですよ。一人なんですね、うん、福岡だったら福岡の一人、大阪だったら大阪の一人、しかもそれを福岡の女の子は桐生で落とすっていうか、まあ、桐生で接触する、はい、大阪の女の子には秋山で接触するっていうふうに、各都市そしてその絡む相手も限定されてる。なんか感情移入しちゃいますね、うん、余計に。そう、一人一人の会話と一人一人とのエピソードをより深く描くことで、またより深く描きたいから、いろんな演出を今回いろいろ新規で追加しました。進化したキャバクラをいざ体験。今回まずどんなところが新しいのかというところ、うん、これよく街中にこういうの見ない、案内所、いわゆる風俗、そうそう、風俗案内所みたいなところなんだけど、はい、今まではなんとなくあっただけなんです、はい、今回はその案内人みたいな人に直接話しかけることで、そのお店まで連れてってくれるすごい。今から会う女の子の情報とかもね、教えてくれながら、なるほど、うん、女の子の情報もすごい、それがまたね、ちょっとこう女の子攻略の情報につながってきたりしてる、いらっしゃいませ、で来ました。実際これ大阪のオリジナルのキャラクター、ほのかちゃんっていう女の子です。大阪っぽいですね、女の子も、うん、でここからがですね、新しい、これ何が新しいかというと、はい、女の子しか見えてないでしょ、画面に、はい、要するに秋山の目になってるわけ、カメラは完全なる主観視点、そうそう、だから僕が今君のことを見てるこのアングルをそのまま再現してみました。リアル、うちなアナウンサー目指してんねん。これ実はですね、この今会話完全に喋ってるよね、完全に喋ってます、そして表情が動いてるよね全部、なんか悲しい顔になって嬉しい顔になって、これが今作のキャバクラのまず最高に変わったところ、すごい、それがフルボイスフルフェイシャルなんです。うん、会話シーンに入っちゃえばこういう風に女の子が完全に喋る、そして完全に表情もついているって状態でプレイすることができる、まあ、つまりどういうことかというと、リアルに喋ってるような感覚になれる、これ実は今まで全くなかった、すごい変化ですね、すごい変化でしょ、うん、で、まあ、こうやって会話が進んでいくんだけど、はい、ほんまどうしたらいいか困ってんねん、まあ、この会話を聞きながら本当に受け答えしていくことができるわけ、はい、この女の子がどっちを言えば受けるかっていう、今これハートが周りにパパパって出た、ってことはこの女の子に受ける答えをしたってことなんだよね、まあ、正解的な、うん、そうすると画面の左上にハートマークがついたゲージみたいなピーって、はい、あれが上がる、あ、うん、女の子をときめかせたら上がっちゃうみたいな感じなんですね、そうそう、であれがね、実は前作までの竜が如くだとあれがどんどん上がっていくと女の子を落とすバロメーターになってたわけ、はい、なんだけど今回はそういう感じではなくて、うんうん、この場の雰囲気を表してる、あ、なるほど、どんだけいい雰囲気になってるかと、うん、そう、この会話が今女の子とどれぐらい盛り上がってるかっていうのを表してて、あれが全部上がったからつってんじゃ即時女の子を落とせるかっつったら、そんな安直な話ではないという、難しくなってるんですね、難しいというよりリアルになってるって言ってもらった方がいいと思うんだけど、方言でさらに倍増するドキドキ感を楽しめ、乾杯。で今度桐生の方が、お疲れ様、今日はお仕事やったとですか、ほんまに博多弁、これ博多弁、リクって女の子、今回こだわってるのはさっきの大阪の女の子とかもそうなんだけど、はい、大阪弁だったでしょ、ちゃんとした、はい、大阪弁でした、で福岡の女の子だとやっぱ博多弁なの、博多弁、はい、うん、でここの2つはものすごいご当地感というか、実際博多に行くと博多弁聞くと結構テンション上がるんだよね、はい、わかります、わ、うん、かります、でそういう感じをこうゲームの中でも味わってもらおうと思って、楽しい、うん、やっぱ方言とかそういうのって重要なファクターなんですよ、そういう盛り上げる気分を、はい、うん、個性を見極めて女の子を口説け、いらっしゃいませ、品田の方の、はい、うん、あの名古屋のだからキャバクラだね、名古屋ですね、うん、失礼します、新王さん、この子ねセレブなんだよね、
セレブなんですか、うん、す名古屋っぽいですね、すごくでしょ、名古屋巻きしてるから、名古屋巻きしてますもん、うん、お仕事は何をされてるんですの、これ何されてる人ですかって聞かれて、風俗の専門ライターだよって品田正直に今答えちゃった、あ、本当だ、うん、品田さんこういうキャラなんですね、そうなんだよ、え、なんか意外、なんと、え、嘘嘘嘘嘘、なんと女の子ときめいたって、この子セレブだから多分ね、そういう仕事があるってことを知らないのよ、興味が湧いちゃうんですね、そう、女の子ってどこに金銭があるかわからないから、これが面白いとちょっと思ってて、会話の流れの中で、はい、この女の子のことを知ってないとこの答えがいいんじゃないかっていうのは読めないようになってるんで、実際に触れ合わなきゃわからないですね、うん、そうそうそう、女の子の引っかかるポイントもいろいろあるじゃないですか、はい、それをまあ読み切れってことだね、うん、でちょっとね、今回また新しいの、うん、こっち話題を振る、質問をする、追加オーダーを頼む、実はですね、今までって決まったパターン、会話のセットが2個パターンがあって、はい、それが終わると延長しますかとか聞かれるとかいろいろあったんですけど、決まりが今回ああいう風に自分でいきなり質問をしたりとか行動を自分で選べるよ、質問のバリエーションがある、いきなり突っ込んだ話をすることとかもできる、ドキドキしちゃう、これ突っ込んでるね、うん、上から94、58、87ですね、スタイル抜群じゃないですか、すごいでしょ、この子はね、スタイルがすごいのよ、西島さんはウブですね、でこう下ちょっと見てるね、今これどういうことかっていうとですね、今回この画面の時は左のアナログスティックを使うと視点を変えられる、女の子の好きなとこ見れるんですか、そうで別に見てても怒られしないから、はい、ずっと見ててもいいんだよねえねえ、一緒にチョコスティックゲームしません、あ、でこれちょっと新しいんだけど、チョコスティックってものを今回注文するとですね、はい、チョコスティックゲームというものができる、はい、やだやだ、見たことありますね、こういう光景あります、はい、ってのができると、火が熟したら行動あるのみ、でこれほら来た、アフターに誘うって来たね、本当だ、この後アフターどうや、かっこいい、オッケーしたね、やっぱり、うん、っていうのがあんだけど、これまあ実は一回こっきりじゃまあ当然無理なわけ、はいはいはい、実はこれ端折ってカットしてるけど、最初も何回かチャレンジしてんだね、誘えば誘うほど確率は当然上がるんだけど、はい、断られることも全然あるから、まあ、どこかっていうのは自分で見極めながら、じゃあまた後でね、でこれアフターの約束してるよで待ち合わせ場所で待つ西島、あ、来たよ、来た、来てくれた、これ西島ファンの女の子が見たら発狂そうなシーンだけど、こうやって女の子と手つないでデートとかもすることができます、なんかほんと見ててドキドキしちゃうんですけど、私なんかね、仲が深まればこんなことまで、でもこれ例えば今、はい、キャバ嬢から電話かかってきたね、はい、いきなりデートのお誘いが、あら、これもうお店の店外だからさ、プライベートなデートだよね、まあ、とにかく今回ですね、この女の子を好きになってもらえるかどうかだと思ってるの、ね、この子をどれだけ可愛く描けるかというか、あ、でどれだけその実際に落としてるというか恋愛してるような感じを味わえるかっていう演出を徹底的に研究して入れたと、ということで、はい、実際どうですか、女の子の目線から見るとドキドキしちゃって、本当に、うん、すごい女の子がめっちゃ可愛かったです、可愛 い、 はい、なんか行く気持ちが分かりました、うん、キャバクラに、あ、楽しいもんね、楽しいんです、すごく、で実際キャバクラ行こうと思うと、まあ、お金かかるでしょ、はい、まあ、それになんか服装とかも気付けなきゃいけないわな、そうそうそう、とかいろいろ実は男目線から見てもリアルに大変だったりするわけですよ、はい、そういうのがこの龍が如くだとサクッとやれると、最高じゃないですか、それ最高でしょ、まあキャバクラシステムって龍が如くの1作目からもうずっとやってきてて、はい、ついに極まったかなってちょっと思ってるとこまで来たんで、まあちょっと遊んでみてもらえるとよりこうハマっていってもらえるんじゃないかと思ってるんで、ということで、はい、はい、魅力をお伝えできたんではないでしょうかと、すぐやりたいです、本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、では今回はキャバクラの紹介でした、ありがとうございました、ありがとうございました、次回はご当地ミニゲームも加わり、さらに充実したプレイスポットをご紹介します。お楽しみに。